高品質、しかも安い。武士蔵、はい、よろしくお願いします。はい、構えているとき、備えているときにちょっと意識しているポイントみたいなところがあれば教えていただきたいんですけど、どういったところがありますか？左足を張るってことですかね。手構えていただいて、はい、はい、どんなイメージですか？はそうですね、伸ばしきるんじゃなくて、こう伸ばしきったところから少し緩めたぐらいで、ずっと力を入れたような張った状態をキープするようにしてます。やっぱり膝が折れてしまうというか、そうなるとやっぱり良くない。はい、腕というか構え、握りとか、はい、そっちの方はどうですか？まあ、握りはそうですね、左手の小指薬指に力入れる形で、右はもうほぼ力を入れないで、まあ、握ってるだけですね。良くない時というのはやっぱどうしてもタックなるところあるんですかね。良くない構えですか？自分が良くない時、良くない時はやっぱり力が入って、やっぱ右手に力が入っている時は良くないですかね。やっぱその構えからはいい技やっぱ出てこないなっていうふうに、はい、思ってます。結構やっぱ基本的な握り方っていう感じなんですか？そうですね、基本的な握り方なんですね。はい、重心、構え自体っていうのはどうですか？バランス的にも。ここは真ん中に、こう両足の真ん中には置くようにしてます。そこの位置がやっぱり一番出やすかったり。そうですね、前重心でもそうですね、ダメですし、こう後ろにかかっちゃうと体は出ないですし、間が一番ですね。はい、他に何かこう意識してるポイントありますか？手元の位置。手元の位置。